バレーボール 2013-14V プレミアリーグは2013年11月30日から2014年4月13日にかけて行われた V プレミアリーグの V リーグから通算して第20回目の記念大会である4回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う通算成績の上位4チームがセミファイナルラウンドに進出し上位2チームが優勝決定戦を行う 公募により V リーグ20年未来につながる感動に決まった。石川理花、吉沢み、沼田桜の3名が配給大使に任命された。2014年1月に山本孝弘、同年3月には大山かな、同年4月には小木野正司が追加任命された。2013年10月にアニメ化が発表された漫画、配球、 とのコラボレーション企画がリーグ発足20周年記念事業の一環として行われた。色分けされたコートプレミアリーグでは今季よりコートのフロントゾーンが赤、バックゾーンが青く色分けされるようになった。これまで優勝決定戦後に行われていた表彰式を V リーグアワードとして後日取り行うことになった。2020年の東京オリンピックに向け、 個人賞として、有望選手に、ニューヒーロー賞、ニューヒロイン賞が贈呈されることになった。シャジは、ホームチーム。12月7日、12月8日、12月21日、12月22日、1月11日、1月12日、JTEC とは、プレミアリーグにおける初勝利を挙げた。1月18日、1レッグの結果シャジは、ホームチーム。 1>, 1月19日、1月25日、1月26日、2月1日、この試合に出場した、堺の北島武氏は、通算230試合出場を達成し、V リーグ栄予賞の資格を得た。2月2日、2月8日、2月9日にレックの結果、謝辞は、ホームチーム。2月15日、2月16日、2月22日、2月23日、3月1日、この日は、 セントラル方式で行われた。3月2日この日はセントラル方式で行われた。この試合に出場した堺の松本義彦は通算230試合出場となり、V リーグ A 予想の受賞資格を得た。3月8日サンレックの結果社事はホームチーム。3月9日前日まで6位であったサントリーが勝利したため、 FC 東京及び JTEC との7位以下が決定した。3月15日この試合の結果、パナソニックはセミファイナル進出が決定した。3月16日この試合に出場した JT の坂井大輔は通算230試合出場となり、VDA 予想の受賞資格を得た。3月22日この試合の結果、JT はセミファイナル進出を決めた。 3月23日この試合に出場したパナソニックの松田祐介は通算230試合出場となり v リーグ a 予想の受賞資格を得た3月29日3月30日4レックの結果4月4日4月5日4月6日セミファイナルラウンドの結果この他に8で日本人選手歴代1位の最多得点を叩き出し 11のサーブ効果率日本歴代1位をマークした、越川優が V リーグ日本記録賞を受賞した。4月5日4月6日この結果、JETECT と FC 東京は2連勝で来期のプレミア残留を決めた。シャジはホームチーム。11月30日12月1日12月7日12月8日12月21日12月22日,月22日1月11日。 1>, 1レックの結果謝辞は、ホームチーム。1月12日、1月18日、1月19日、1月25日、1月26日、2月1日、2月2日。2レックの結果謝辞は、ホームチーム。2月8日、2月9日、2月15日、2月16日、この試合に出場した、トヨタ車体の矢野義子と、 マケイコは通算出場試合数が230試合となり、V リーグ栄予賞の受賞資格を得た。2月22日2月23日3月1日3、レックの結果謝辞は、ホームチーム。3月2日、久光製薬が勝ち5位の日立が敗れたため、久光製薬のセミファイナルラウンド進出が決定した。敗れたパイオニアは、早くもシーズン再開が決定した。 3月8日3月9日この試合に勝利したトーレは4位以上が確定しセミファイナルラウンド進出を決めた3月15日この試合の結果岡山のセミファイナル進出が決定した3月16日この試合に勝利したトヨタ車体は5位以下のチームが敗れたため初のセミファイナル進出が決定した3月21日3月22日4レックの 結果3月28日3月29日3月30日セミファイナルラウンドの結果4月5日4月6日この結果伝送と上げ終わりに連勝で来期のプレミア昇格資格を得たありがとうございます